がん、えー、治療が研究されていますが、もしがんが治る病気になってしまったら、高齢化は加速し、がんで死ななかった人が別の病気になり、社会保険制度が崩壊しそうな気がします。がん治療の感染は人間にとって有益なこと、人類にとって有益なことなのでしょうかまあでも結局、がんにならなくても、100超える人って、割ともう遺伝子的に恵まれてる人だけなんですよね。あの、まあ、そもそもあの、120超えて生きた人って、数人、あれ一人かな 二人一人なんか多分それぐらいしかいないですよ、人類で。で、あの、100歳過ぎても癌じゃなくても大体110超える人ってあんまりいないので、なのでその癌が、まあ、あの克服できたとしても人類って結局上限はま、120ぐらいだよねっていうところで止まるんじゃないかなと思います。